なんかあの日本だと家ぐらいにしかいないもんですよ。あ、日本にもお家あるんですか？一応はい、アパートがあって、荷物をその倉庫に入れるのもめんどくさいのでアパートを借りてそこに突っ込んでるみたいな感じですけど、はい、そこのお掃除は誰がされるんですか？あ、前は月に1回ぐらい帰ってきてたので、うん、あのその時に何とかしてたんですけど、最近はもうなんかコロナとかで帰るのがめんどくさいので、うんうん、半年に1回ぐらい帰ってうちの彼女が掃除したりしてます。へえ、そうなんですね。あ、じゃあちなみに話戻しますけど、奥様と喧嘩ってどういうことでするんですか？な、大抵僕が怒られてるんで、なんかしょうもないことですけど連絡しないとか。ああ、やっぱほうれん草が足りないとかか。まあそれはよくあるパターンですね。あと説明に言葉が足りないとか。本当にひろゆきさんも普通のご夫婦なんですね。まあ僕はあんま喋んないんですよね、家で。説明不足が多いらしいですね。もうその7年間付き合ってたんで、その結婚しようがしまいがあんま変わんないんですよね。おお、なんで7年も付き合って結婚しなかったんですか？そんなかかったんですか、結婚まで。なんかその結婚しようがしまいが変わらないので、結婚どうでもいい派閥だったんですよ。あら。で、奥様は？で、まあ、僕が面倒くさがりなのをしてたので、そのままだったんですけど、まあ、どうでもいいので、別に結婚してもどうでもいいっていう。いや、そう、結婚したくないにこだわってるわけじゃなくて、結婚自体がどうでもいいので、うん、してもしなくてもどうでもいいという派閥に変わったっていう。おー、してもしなくてもどうしてもいいから、じゃあ奥様がしたいっていうからしよう。まあ、そんな感じですね。いや、でも、フランスにその移住するってなった時に、ビザを取らなきゃいけなくなって、で僕個人だとすぐ降りるんですけど、うん、彼女個人だとそんな簡単には降りなくて、なので夫婦っていう形だと申請が楽って。おお、そういうこともあったんだ。はい、でも奥様はじゃあ良かったですね。てか、良かった良かった。だって結婚したかったわけですもんね、奥様の方は。どうなんですかね。いや、したかったと思いますよ。よく待ちましたよ、逆に7年も。すいません、はい。大切にしてください、引き続き。ありがとうございます。